はい、こんばんは。サディルーム斉藤です。今日はいつもの理科の授業ではなくて、香川県公立高校入試直前ということで、中3生、受験生に向けて公立高校の入試で1点2点を上げる一番の近道ということで特別講義をしたいと思います。まずその方法なんですが、計算問題の見直しをしないっていうことです。何よ、計算問題の見直しめちゃくちゃ大事やん、絶対せないかんって学校の先生に言われとるやん。はい、その通りやと思います。学校の先生そう言うと思います。でも私、計算問題の見直しをしないように、塾生さんにも勧めてます。さあ、じゃあどうするのか、まずちょっとこれを見てください。これ、卒業生の声っていうことで、まあ、うちの塾では入試が終わった後に、自己採点を全部記入してもらいます。で、数学の得点の横に後輩へのアドバイスであったり、まあ、入試を受けてみての感想なんかを、まあ、一言書いてもらう欄を作ってます。まあ、そこにこれまでの卒業生が書いてくれた言葉です。はい、まず一つ、先生に言われたように問一の見直しをしっかりしたので確実に点を取ることができた。はい、これ大きいですよね。はい、もう一人見ましょう。計算ミスがなかった、見直しをした。で、見直しをして計算もミスなかったらもうそれはそれでいいと思います。香川県の入試、計算問題7問合計13点分出ます。50点中13点って大きいです。で、そこが、確実に満点取れたっていうのはすごい大きいことやと思うので、見直しをしてもう間違いがなく13点取れた、それでもう OK だと思います。それとこの生徒さん書いてくれてますように、5の2は難しすぎる。これ5の2って香川県、証明が2問出ます。で、1問目はそんなに難しくないんですけど、2問目難しいしすごく時間がかかります。でもこの問題残り5分になった時にもうできなければ諦めてもらって大丈夫だと思います。もうこの問題を捨てて、計算問題の、まあ、見直しというか、今から説明する方法をやってもらえたらなと思ってます。それともう一個、2の3図形の問題です。で、図形の2の3が中学生が苦手とする補助線を引かないといけない問題がここ数年出てます。で、この問題 もう残り5分になった時に、考えてもう解けなかったら、まあ、この問題解けたとしても2点です。で、もう解け5分頑張ったけど解けなかった。で、計算問題で、計算ミスで 2問落としてた、2問だったら4点です。で、それだったらもう残り5分、この問題必死で考えるよりも、計算問題をちょっと、見直してもらった方がいいのかなと思います。はい、数学の計算の見直しで間違いを直せた、これ大きいですよね。これで2点上がったら本当に入試って1点2点で明暗を分けます。もうこの2点でもしかしたら合格になったのかもしれません。まあ、こういう形でうちの卒業生、入試の1ヶ月ぐらい前から、まあ、数学の総合問題とか入試のまあ過去問題みたいな形でやるときに、ずっとこの方法、今から説明する方法を訓練しています。で、そのためにもうほとんどの生徒さんが、入試では計算問題13点分は、満点を取ってきてくれてます。それではその方法を今から解説していきたいと思います。はい、これが、まあ、私が実際にちょっと計算をした問題です。あえて間違いを作ってます。さあ、皆さん計算問題どのようにしていますか？で、ここみたいに冷静な時に他の人の、まあ、問題を客観的に見直すと、まあ、今も計算間違い気づくことできると思います。でも入試本番の緊張している場面、それも自分が解いた問題ってもう脳が自分のは正解してるって勝手に錯覚してますから、本当に計算問題の計算ミス、ケアレスミス見つけるのって見直しでは難しいんです。
じゃあどうするか、今からちょっと画面切り替えて私が実際にそれを実践してみたいと思います。はい、それでは実際にどのように解いていくか、実践していきましょう。まず括弧1番、さあこれずっと見直し、皆さん、こう目で追ってこう見直ししていってると思います。これで見直し見つけれます？先ほども言ったように、まあ、冷静な時、こう人の答えを客観的に見られている場合は、見直しできるかと思いますけれども、本人の答え、本人が書いた、計算を見直しして見つけるの非常に難しいです。で、私が、実践していただいている方法がこれです。まあ、他の問題の用紙でも何でもいいです。先ほどの計算を完全に隠してもらって、もう一度1から解き直してください。例えばこの問題だったら、もう計算式もきっちりと書きます。もう本当に1年の最初にやったように、基本の基本、ここから書きます。こういうふうに、でもうここあえてプラスも書きます。さあこれで先ほどの計算と見比べます。あれ違う、で先ほどの答えと違ってたらやっぱり必死で見直ししますよね。あ、ここプラスやん、あ、じゃあこっちが合ってるなっていうことに気づけるのではないでしょうか。では次2番です。じゃあ2番も同じで、このように、計算は隠して、はい、実際にこれも計算してみましょう。でこれもなんですけれども、もうここまで5分の10まできっちりと書きましょう。数学って本当に計算、途中式書くの非常に大事です。でこれで、掛け算で逆数ですね。でマイナスとマイナスなんで、これもあえてプラスまで書きます。でプラスであと約分します。はい、ここ3残ったのちゃんと丸しておきます。じゃああとプラスで3だけが残りました。じゃあ3です。で先ほどの答えと見比べます。これは多分合ってるんじゃないかと思います。はい、じゃあ次3番の問題を解き直しましょう。はい、こうなってますね。はい、これだったら、はい、はい、長い分数書きます。で 4a3b かける 3b2 で、ここのマイナス絶対忘れないように丸つけておきましょう。で 6a2b、 さあこれで約分していきます。まずもう黒も黒く消していきます。はい、 a の2乗、じゃあここの3乗が消えて a が残る。でここ b の2乗は残ってる。今度数字、2と1になる。これが消えてこれが2になる。じゃあ残ってるのを見ると、マイナス 2ab の2乗で、ここで先ほどの答えと見比べます。あれ2乗がないぞ、2乗がないぞ。さあ先ほど約分するときにこの b とこの2乗を消してしまったので、ここに2つあるのを見落としたんですね。 b2 個あるので、あ、こっちの方が合ってるんじゃないかな。
っていうことです。こういうふうに見直しではなく解き直しをしてやると確実に計算間違い見つけられるんではないかと思っております。さあ今ので分かっていただけましたか。はい、公立高校入試本番で1点2点を上げる一番の近道は、そう、計算問題を見直しするのではなくて、計算問題は残り5分で解き直そうっていうことです。もう全く白い紙、違う紙を出して前の計算問題を隠して、計算の途中式を隠してもう一度解き直してください。それでもし前の答えと今の答え、この解き直した答えが違っていたら必死でどこが違うんやろうって見直しするはずです。こうすることで本当に計算問題のケアレスミス、見つけることができると思います。もう本当に入試まであと少しになりました。入試本番までちょっとこの練習をしてもらって、入試本番では全員が計算問題7問全問正解、13点取れるように頑張ってほしいなと思います。さあ今日の特別講義はこれで終わりです。どうもありがとうございました。